時の一番偉い人だと思ってください。正常に不安があるときに、世の中が少し鬱になったとき、天界に獅子を迎えに行きます。なぜでしょう。この獅子の背中の上に、もう私たちが見えませんが、文殊菩薩という知恵の神様がお座りになっているからなんです。この知恵の神様なんですが、赤ちゃんのように描かれ、青やかな女性のように描かれることがあります。見て、座布団連盟してる。起こすんだ。多様に儚いものであるということなんです。なので最強の獅子がその文殊菩薩をお連れします。2点の上がったタイムリックの獅子を迎えに参りますよ。さあ、本日の感染対策でしょうか。ちょびっとお風呂の中が見えますね。あのようにですね、屋台がフォローの中にありまして、ですからとても重たいものを皆さん地区の中で行き回すことになります。そのあたりもどうぞ合わせてご覧ください。いろいろと質問しながら見ていてくださいね。